はい、さんにとってのダンスとは、踊るということではなく、うん、ダンスということについてお願いします。まあ、なので、まあ、踊るっていうことは、例えばそういう本当にプライベートな、その人なりの尺度で、外と中を合わせるとかっていうことなんですけど、僕にとってダンスとはってなると、まあ、一つはさっき言ってたみたいに、こう、仕事なんですけど、まあ、じゃあ仕事の定義も難しいですよね。お金になるかならないかとかってあると思うんで。で、なので、なんかこう、結構若い頃はどうしてもお金にならないけど、ダンスっていうこういうものが好きだからやってたっていうのがあって、なんかどうしてもそれを仕事にしたいっていう気持ちでやってきたんですけど、割と今、まあ恵まれた形でこうやってダンスばっかりやってる人生になってきた時に、今度はまあもう仕事じゃなくてもダンスやってたいっていうふうになってきてるので、まあ、ずっとやってきたことであって、まあこれからもずっとやっていきたいことっていうのが一番しっくりくるかなと。ダンスっていうのがさっき言ったみたいに、その、じゃあいわゆるその音楽に合わせて体を動かすとか、商品としてまあ出ていくときの振り付けとか、まあこれが指導。はい、じゃあお金もらえるいくらとかっていうことではなくて、もう日々やってられることじゃないですか。なんかその体で何かを測るとか、体調を試みるとか、まあ正直言ったらその、正直っていうか何ですか、体重計に乗るときに乗って、ちょっとでも軽く測りたいなと思ったら、なんか体の中でいろいろ操作してとか、みんなやるじゃない、やらないのかな。なんかじっとして体重して、なんかこう、針にこうやってなっていうところをこうやって見てるとか、あとはちょっとこう、硬い、なんていうんですか、瓶とかの蓋を開けるときに、どうしても開かないときに、なんかこういろんな角度を変えてこう開けようとしてみたりとかするときの、まあ、僕は専門的に言うと、まあ、どこにこう体の、なんですかね、テコの原理を使えば、一番力が出るかみたいなことをみんな探すわけですよ、あれ。のとかって、もう、自分にとってはもう、ダンスなので、まあ、それをこう、なんていうんですかね、僕はそれで楽しい。し、まあ、これずっとやってたい。で、他の人が、ダンスにまつわるなんかこういう依頼ごと、例えばこれこと、こういうことを青木さんってできませんかねって言ったら、もうそれは僕にとってダンスの仕事なので、例えばそれが、まあ、ゼロでは教育支援活動とかもやってるんですけど、なんかこういう子たちがいて、こういうコミュニティなんですけど、こう体を使ってこういうことで授業をやってくれませんかって言ったら、まあ、それはダンスの仕事としていくわけですよ。で、瓶のなんかこう開け方とか別に教えるわけじゃないんですけど、こうやったら体ってこうだし楽しくなるよとか、こうやるとなんか人の触り方の時にこう思いやりを持って触れるよとか、なんかどうしてうまくいかないんだろうって時に、うん、じゃあ一緒に考えようかとか言ってあげれたりとか、まあそれはでも実際に世間で言われている、いわゆるダンスではないですよね。うん、でもなんかその体の使い方ではあるわけですよ。とか、相手との、なんかその、やりとり。まあ、相手っていうのも一つさっき言った、内と外で言うと、外にいる人なんですよね。この外の何するかわからない、何て言ってくるかわからない人との、こう、キャッチボールみたいな。それもダンスなので、なんか。コミュニケーションということですか？そうですね、コミュニケーションですね。そうですね。はい、コミュニケーション。うんうん。どうぞどうぞ。あ、なんかその、学校とかに言うと、その、言って、こう、生徒たちとはもちろんコミュニケーションという言葉使わないですけど、まあ先生たちと打ち合わせしたりとか、そういう授業を、中間に入ってくれる人たちというのは、やっぱそのコミュニケーション能力向上のための授業とかって、まあ、言いますよね。なんか、舞台芸術とかやってると、それがすごく必要なんです、やっぱり。自分の意見があるっていうことも大事だけど、自分の意見があるから相手の意見となんかこうできるわけで、相手の意見っていうのが読み取れないとなんかこう仕事合わせられないので、うん、ハーモニーとかコーラスとかできないわけですよね。なんか自分の音だけ聞いてると、なので、うん、そこが多分培ってきたことなので、なんかこう。どちらかというと、何でもダンスに変えてやるぞ、みたいな、そういう感じ。な
なるほど、そういうことなんですね。で、一つさっきおっしゃってた体の動き、瓶の蓋を開けるとかっておっしゃったことって、小倉さんみたいな、小倉先生、よさこいの、そうです、めちゃくちゃ似てて、別にあれでもないですけど、まあ出会ったのその新潟にいるカンパニーの頃でしたけど、その後ずっと付き合いさせてもらって、なんかもうやる、で、一緒に暮らしてみゆきさんっているじゃないですか。みゆきさんから見ると僕らそっくりみたいですね、なんか。やることなすこと、間違え方とかも似てるみたいですね。何かおっちょくちょいの仕方とかも全部似ちゃってるみたいなんで。はい、多分同じ周波数にいます、多分。そうなんですね。うん。わかりました。青木さんにとっての、ダンスで表現するということについて教えてください。はい、まあ、まずダンスでって言った時に、まあ、小倉さんの話もちょうど来たのであれなんですけど、まあ、ダンスっていうのは一回体って置き換えて、まあ、日本語では身体って書く方の、まあ、ふうに言ってるんですけど、置き換えてみると意外と体を使ってやることってほとんどだなって思うんですよね。料理もそうだし、なんか大工もそうだし、何かこう、まあ、表現だけでなくて、表現者アーティストだけじゃなくて、みんな大体体を使って何かしているっていうか、もうちょっとテクノロジー進めば、もう体を一歩も動かさないで何かこう構築していく時代来るかもしれないですけど、でもそれにしたってやっぱ指先使ったりとか、まあ体はまだまだ使ってると思うんですよ。なんかいずれ来るのかなと思う、もうちょっと理由を感じてるんですよ。体を使わない表現っていうのが。ってなると、まあ体で表現するってなると、結構何でも当てはまっちゃうから、僕は何でもさっき言ったみたいに、ダンスで表現するっていうふうに思うと、じゃあ踊ってかなっていうふうに思うけど、そうじゃなくて、もう表現するなら体は使えますっていう感じ。で、表現っていうのも、なんかへりくつになっちゃうかもしれないんですけど、そこに、意図とか、意図こうしてみたらどうかなとか、まあ、わざととか、わざとこうしているんです。ついうっかりじゃなくてってなった場合はもう全部表現だと思うんです。なんか服を着るにしても、なんかまあインタビューだから、じゃあ白い壁に白い服の方がいいかなとか思ったら、まあそれはもう意図的に表現じゃないですか。自分をどういうふうにしたいかとか見せたいかなので、まあ表現になってくるし、まあ、表現っていうとなんか常にいつもプラス、じゃあ、例えば何々を食べたいとか、何々を見せたいとかってなるけど、隠したいっていうのも一つ表現ですよね。今日ちょっとお肉はやめとこうかなとか、自分の体との話し合いによって、コミュニケーションによって、これはしないでおこうかなっていうのも実は表現だし、相手に対してこのことは伝えたいけど、この言葉で直接的に言ってしまっても、もしかしたら、じゃあ表現したことによって次の、リアクションが求めてもらいたいんだけど、その時に自分が思ってるものがこうなければ、それは黙ってるとか、それも一個表現じゃないですか。なので、もう、わかんないけど、青木さん今日ちょっと一言も言わないんだけど、どうしちゃったみたいな、もう一つ態度で示してますみたいな表現だったりとかするので、まあ、意図的であれば全部表現。なので体であって、ダンスで表現する体があって、そこに意図が意思があれば、もう全部ダンスって思うとほぼ全部だし、逆に言うとそれがない時っていうのは表出ってよく演劇の世界でも言われるんですけど、表に現れるって表出って言うんですね。出現している、つまり僕が意図もしないのにずっと黙ってたら、多分みんななんかすごく気使ってくるんですけど、それを多分自分がイライラしちゃってるのは表出しちゃってるっていうか、出ちゃってるっていうか。で、その気使わせてしまったことによって僕はまた反省して、そこでなんか陽気に喋り始めるみたいな。でも本当はここはもうイライラしちゃってるまんまなのに、わざわざよ、もうこれちぐはぐですよね。これ踊れてない時です。波に乗れてない時みたいな。なんか、そういう感じで、なんか
僕の中ではダンスで表現するっていうことを、まあ、測っていて、なので、まあ、ダンスが好きだし表現も好きなので、なるべくそういうのをこううまくね、自分で意図的に自覚的にやってたいなとか思いますね。特に対象がある時とかはなんかそれをこうやっぱやりすぎて疲れ果てて、で家では表出しかしないからみんなにすごいなんかこう気使わせてとか、そういう感じです。なので、まあ、生活が全てそうなんじゃないかなっていうふうにまるっと考えてます。なのでどこかだけダンスで、どこかだけ表現とかっていうんじゃなくて、もうまるっと全部そうなんだろうなっていう。で、一日それを意識しておられるわけですね。そうですね。だからそれに対しての反省と失敗と考察と希望もっとこうできないのかなっていう。なので逆にスイッチ切りたいときはお酒飲んじゃってますね。お酒飲むともうなんだろう、表出、まあ意図的もあるけど、ふわっとしちゃってるので、あんま難しく考え、今普段はそうやって細かく考えちゃうんですよね。というか、感じちゃうっていうか、こんな気がするみたいな。で、それがなんか合ってても悪な、間違っててもこんな気がしてくる、こっちの方からっていう、割と。ということは、青木さんを一人ここに置いて、一日中ビデオを回してると、すごいそこにドラマが展開するわけですね。多分おそらくそうですね。しかもなんかそのマルチタスクっていうか、なんかいっぺんにいろんなことやっちゃうんで、なんか一緒にいる人は、それは、どれの話だっけってよく言われる。いろんなアンチの助成金のことを考えながら、次の親戚を考えながら、なんかそういえば昔取ったあれとかもここに並べてみたらどうかなとか思いつつ、あ、ちょっと待って、自分の代表金はどうなさっけみたいなことをやっちゃってるので、なんか、忙しいですよね。なるほど。本当に生活の中に、青木さんの意識の中ではダンスがこう、そうですね。はい。常に。他のことやってないんじゃないかな、あんまり。てか、まあ、別に考えてたんですよね。別に考えてた時代はやっぱ辛かったですね。スタジオに行って体を鍛えてないと不安になったりとか、もうそれこそオーディションに受からなかったりとか、まあオーディションってあんま行ってないんですけど、なんか仕事の依頼が来なかったりとかして、出番がなかったりとかすると、もう自分はダンスしてないんじゃないかって思ってしまう。自己管理の時もあったので、そうなるとやっぱその精神衛生上、特にその新潟のグループを辞めて一定収入がなくなって2、3年の間は結構その浮き沈みが激しかったですよね。ちょっとなんか呼ばれればわーってなって、なんかそれがなくなればわーってなってっていう風に練習したりしなかったりっていうのもあったりとか、その時期から考えれば、まあ、今はすごく考え方もすごく変わります。青木さん本当面白い人ですね。いや、そうですか。結構でも自分でも本当にあれ誰だろうこれって思う時あります。なんかもう顔を見てても、まあアーカイブ自分の昔のこと見せても、その時思ってたこと思い返してみても、もうまるでだいぶ違ってるなとは思うんですよね。ただやってることずっと一緒なんですよ。なんか、こうしたらこうなるのが好きみたいな。なんか、そこを探してる感じはずっと好きなんですよね。もう、本当にダンスと生活してるんですね。面白い。まあ、そうなっちゃった。そうなっちゃったっていうか。恵まれてますよね。